チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、米中両国が韓国を必要としている、信じるのは自由だが、信用がないのでダメ、についてです。土日、伊豆箱根は車、人で賑わってました。外国人も結構いますよ。中国語は台湾の人かな？観光地は人が賑わってた方が、やっぱりいいなって思ったマリナです。面白いコラムがありましたので、これを取り上げてみます。想像力の欠如が死を招く、とでも言ったらいいんでしょうか。韓国は、中国も米国も、韓国を必要としている、といったモテモテ論を展開中です。PP ですね。ププ。まるでバラ色のようですね。韓国は世界中から愛されてます。なかなか言えないよね。そんなこと。いいぞいいぞ、もっとやれ。その先の天国からの奈落が待ってるのに。やはり残念な国だと、改めて思った韓国の新聞社のコラムです。お付き合いください。中央日報からです。コラム、米国か、中国か、両方とも韓国が必要な状況。タイトルがいいね。韓国が二股外交を推奨。経済優先の時代があった。だいたい1980年からの約40年間だ。経済学者が世界化時代と呼ぶ期間だ。その時期には経済が安全保障より優先だった。今は違う。経済優先の時代が過ぎ、地政学的対立の時代が来ている。米中覇権競争が激しい。ロシアがウクライナを侵攻した。ビジネスリーダーと投資家の前に忘れていた地政学的リスクが暗雲のように広がり始めている。最近ウォール街の出読書である地政学的アルファを書いた。クロックタワーグループのマルコ・パピック首席ストラテジストとズームでインタビューした理由だ。中略。日報記者、米中覇権競争が盛んだ。最近は米国が中国との対立を煽っているようだ。マルコ氏、間違った話ではない。ペロシ下院議長が台湾を訪問して、北京を刺激した。また、米国と台湾の間で公式対話が活発だ。トランプ前大統領が中国と貿易戦争を行いながらも、していなかったことを、現在のバイデン政権と民主党が、これ見よがしにしている。我々は今、マキャベリ的な現実主義国際政治を目撃している。なるほど、これがマキャベリ的な現実主義国際政治なんだね。価値や理念を重視せず、自分の利益のために、あらゆる手段を動員しているということですね。日報記者、マキャベリ的現実主義国際政治とは、どういう意味なのか説明が必要だ。マルコ氏、価値や理念を重視せず、自分の利益のために、あらゆる手段を動員するという話だ。最近ワシントンのエリートは、本当にはばかることなく飛びついている。日報記者、ワシントンのエリートとは誰で、なぜ猪突的に動いているのか気になる。マルコ氏、米ホワイトハウスと国務省などの政策担当者らと、中央情報局、CIA、などの情報責任者らだ。彼らが最近気づいた事実が一つある。世界秩序がこれ以上、メイドイン、アメリカ、ではないという点だ。日報記者、どういう意味なのか。マルコ氏、米国と親しい国々も、米国の思い通りに動かないという話だ。この前、米国がアラブ首長国連邦、UAE、にステルス戦闘機の F-35 を、販売しながら、中国製の 5G 装備を買わないよう要求した。UAE は、そうすることはできない、として米国の要求を拒否した。こうした事例を最前線で経験した、ワシントンのエリートが価値や理念よりは、マキャベリ的な現実主義国際政治を広げ始めた。日報記者、韓国から見ると米国が主導する、対中同盟に参加しようとする国が、多いように見えるが。マルコ氏、私が見るには米国はこの6から7年間に、他の国々を説得して、味方に引き込むのに失敗した。多くの国が中国に対し、牽制心理を持っているが、中国との経済的関係は維持したい。
米国のエリートが意図的に中国との緊張関係を作って、他の国々を味方に引き込もうとしている。日報記者、米国の思い通りになるだろうか。マルコ氏、中国の応戦にかかっている。北京が米国の刺激に反応して、積極的に出てくれば、世界は今とは違う反中連合勢力が登場する。米国のリーダーシップがむしろ強化される。米国の思い通りなる格好だ。習近平国家主席は、プーチンのように対応してはならない。戦略的であるべきという話だ。実際に中国は、2011から2017年に、とても積極的に領土紛争を起こして刺激したが、最近は比較的静かだ。これに対し米国は紛争地域と、遠く離れた地理的利点を生かして、中国を刺激している。中略。日報記者、米中の間に挟まれている。韓国はどうすれば地政学的アルファ、すなわち市場平均を上回る利益を得られるだろうか。マルコ氏、韓国人とソウルの政策担当者らがどう思っているのかわからないが、これまで韓国は米国と中国の間でとてもうまくやってきた。米中対立そのものが韓国には悪くないためだ。もう少し直接的に話せば、これまで韓国は米中対立を利用して利益を大いに得てきた。日報記者、韓国の中では米中のうちどちら側に立つべきかをめぐって論争が激しい。マルコ氏、外から韓国を見る視線は違うかもしれない。私は中国が依然として韓国を必要としていると考える。半導体などで中国の技術はまだ韓国の水準に達していない。そのため軍事的には韓国は米国の同盟なのに、とても自由に中国とビジネスをしている。また、最近の米国も韓国をより必要としている。私が韓国のリーダーならば、中国と貿易するのに、何の負担も感じないだろう。米国が私に、中国に半導体を売るなと要求したら、わかった、と答えればそれまでだ。以上。はあ、わかった、と答えてそれからどうするのだろう。わかった、と言いながら、半導体を今後も、中国に売却を続けていきそうですね。そんなうまくいくのかね。米国の対応が気になるところです。美咲ちゃんがくれたミルキーのピスタチオ味。これはたまらん、なかなかの傑作です。マリのおすすめの漫画、ダンダダン、がえらく気に入ってくれたようで。そのお礼だって。やった、オカルト UFO 系好きだとわかってたよ。子供の頃、ムーを読んで熱狂したのを思い出したマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。